こんにちは、熊谷スキー場パトロール隊長の武藤貴博です。今回はですね、ベアカップスキー大会ということで、今こちらにおられます事務所のテクニカル持ち熊爺さん、そして副パトロール隊長大泉さんでございます。副パトロール隊長大泉さんはこちらのテクニカル持ちの熊爺さんに勝つために、今日までね、はい、ものすごい努力をしてきましたね。続きましたね。お金も突き込んできましたね。スタート直前までワックスも塗り込んで、はい、スタートワックスも入れました。オッケー。では熊爺さんの意気込みをよろしくお願いします。私は負けません。どんなワックスを塗られようが負けませんと。私は負けません。大泉さんの意気込みを。はい、私はマテリアの力をフル活用して追いつきたいと思います。それではお二人とも頑張ってください。頑張ります。お願いします。ガンバー。俺は負けないぜ。これは誰だ？お、所長か？うまい。所長ですかね。いいスピード。よいしょ。部長です。いつも編集ありがとうございます。よいしょ、いいタイムなんじゃないですかね。コースアウトしないよ。それが一番怖い。19番スタート OK です。熊爺さん、1本目を滑り終えてどうでした？手応えありです。手応えありです。このコースは滑りやすかったですか？自分で言うのもなんですけど、滑りやすいコースで。トラップあるんですか？トラップというかですね、もう毎年恒例なんですけども、はい、支柱を抜ける、4号支柱と3号支柱を抜けるところがあるんですけど、はい、そこをですね、抜けたところに息振るみたいな、そういったセット。なるほど。じゃあ最後2本目、1本目のタイムを上回れるように頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、これは所長2本目かな。2本目っぽいですね。さて、おー、いい勢い。ですか。はい、大泉さん、1本目どうだったんですか？攻めが足りませんでした。攻めが足りずに、はい、熊爺さんに負けた。負けたっぽいですね。あ、そうですか。じゃあ攻めよりだいぶ早いですけど、みんな今日早いですね。ああ、じゃあ最後のこの1本が運命の1本ということで。そうですね。じゃあ全身全霊かけてやるぜ。はい、頑張ってください。待ってろ熊爺。はい、悔いのないように。はい、はい、この緊張感が伝わりますかね。11番スタート OK です。ああ、頑張れ、頑張ー、頑張ー、イエーイ、イエーイ。おお、誰だ、大泉さんかな。2本目っぽいですね。ちょっと1本目は分かんなくて取れなかった。あ、取ったけど分かんなかった。さて、所長に勝てるのでしょうか。どうでしょう。はい、ただいま来られましたのはリフト券売り場、そして元パトロール隊長テクニカル持ちの河野さんでございます。今副パトロール隊長大泉さんがテクニカル持ちの2人を
抜こうっていう企画をやってまして YouTube 出るんですか、ぜひとあの大泉さんがさっき後藤さんには負けちゃったので、うん、あとは河野さんに勝てるかどうかって勝てる勝てる余裕で頑張ってください。おー最初から組んできてます。早いね。誰ですかね。いいスピードで来ております。はい、河野さん1本目滑ってみて2本目の作戦は何かありますか。なんか大泉くんに負けてるみたいな。うお勝ちたいですじゃあこの2本目で決まるということで頑張ってください。16番スタート OK です。はい、じゃあ1年も OK です。コツってあるんですか。コツはポールのポールをギリギリ当たってください、さあラスト大泉さん、あと大泉さん頑張ー、いけー、頑張れー。いいっすね、クロスに低くて。はい、ガータさん SSK 室ちゃんに負けたらダメですよ。ダメだよ。パトロールがリフトスタッフに負けたなんて言われたら大変なことですからね。よろしくお願いしますよ。はい。10番さんと OK です。いや。うん。さあ。もう逆光で誰が誰か全くわかりません。誰だろう。さっきのは大泉さんでしたね、どうやら。よいしょ、とりあえず取っとく。よし、ゴール。はい、室ちゃん、はい、そして SSK、はい、今回のベアカップの目標はパトロールの、まあ、ガータさんにねこのタイムで勝つということで、あのリフトスタッフがパトロールに勝つのは本当に前代未聞の偉業ですのでね、あのガータさんもものすごいプレッシャー感じてましたんで、ぜひともガータさんをタイムでぶち抜いてあのパトロールにね来てもらえるとまさかの勧誘じゃあ頑張ってね。はい、はい、頑張ってください。はい、ガータさん1本目はどうでした。ミスなく滑りました。いや、今日は調子出ない。調子出ない SSK と室ちゃんはものすごい気合でガータさんを絶対に抜くんだって頑張ってスタートを切っていきましたが、まあこの、ね、2本目1本目よりいいタイムを出して絶対にパトロールはリフト係に負けないというね、頑張ってください。後で辞表出しますじゃあパトロールの意地見せろ、頑張れ。おりゃいけー、頑張れ。
これは誰だ。おお。誰だ誰だ。お、ガータさんではないですか。しゃあ。はい、1本目どうでした。いや、ちょっと思ったより遅かったですね。おお、もっとじゃあ頑固ぎで、頑固ぎでもうガンガン攻めて、ガンガン攻めます。結構鬼門がまっすぐだからさ、はい、ガンガン行っちゃって大丈夫。ガンガン行って大丈夫。ガンガン行きました。はい、あのかなり先ガータさんにはプレッシャーかけたじゃん。お二人とも頑張ってね。はい、えい、えい、じゃあ頑張れ、頑張れ、行け。これは誰だ。全く逆光で見えません。上手だな。さっきは何秒でした。さっき32秒8でした。あー、32秒ちょっとガータさんには勝てないな。いやでもね、もう掴みましたよ。掴んだ、はい、次はもっと早くいける。はい、今風に言えば月の糸を掴んだってやつ。見えたか。ついにこの鬼門の月の糸が見えた。見えました。マジか。一個一個切っていこうと思いました。マジかよ。いや、期待できるね。2本目それでこけたら別に。山根くんには勝ちたい、ね、そうだね。お友達対決もあるね。そうです、うん、7番ピカソッケです。いつでも OK だよ。さあ気合入れて、おいよ、おいよ、頑張っ、いけ。もう次は誰だ。いいスタートダッシュですね。飛んでおります。待ちまする。よいしょ。お、いい。いやー、おー、大丈夫か。大丈夫か。はい、いよいよ私の番でございます。去年のね、ベアカップではゴシちゃんに負けたんで、今年はね、もう今シーズンいっぱい使ってゴシちゃんに勝つためにはどうしたらいいかとね、研究をし尽くして今日臨んでおります。絶対勝ちます。えい。はい、さて皆様お待たせしました。大本命の隊長でございます。はい、スタート。よいしょ。おー、スピード乗ってますね。いいよ、ここまではいいよ。さあ、ここから。お、いい。よいよい。おるー。手を伸ばして。はい、隊長2本目です。おー、いいスピード。いいね。立ってますね。よし。うん。はい、お願いします。意気込み、そう言えばいいですか。はいはい。隊長に勝つ。はい。ありがとうございます。はい、さあ、いよいよゴシちゃんの滑走でございます。私、武藤は自分の滑りを精一杯やれたので、あとはゴシちゃんの結果を待ちたいと思います。いや、ほんとゴシちゃんにはね、全然勝ててないので、ここでは勝ちたい。さあ、スタート。スケーティング外からうまいですね。そして当たっていくね。クローチングが低いね。
今ゴール。はい、ゴシちゃん2本目です。スタート。さっきよりまたってる。いい、やばいな、早いな、これは早い。うわ、外れた。ゴール。はい、それでは大会が終了してね、優勝者が決定いたしました。こちら SSK リフト、おめでとう。ありがとうございます。それでは今年はね、そのコロナ対策で閉会式はないので、優勝者だけちょっと特別やろうと思います。はい、表彰状、優勝佐々木海人殿、記念は第38回ベアカップスキー大会において優秀な成績を収められたので、これを賞します。令和3年4月15日ベアカップスキー大会、大会長佐藤勝、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして前年度の優勝者、大泉さんから。はい、前年度優勝、どうも。今年は優勝できませんでした。はい、今年は2位でした。はい、ではあ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。SSK はさ、あの、はい、タイム誤差何秒だったの？0.036。 0.036。 1本目と2本目のタイム誤差が 0.036 ぐらいの人じゃないと優勝できないで、とってもレベルの高い大会でございます。で、景品はベビー G ということで、また高価なものいただきましたね。そうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ優勝者は来年、あの、選手先生やんなきゃいけないので、また来てくださいね。かしこまりました。じゃあ今回の動画はこれで締めたいと思います。こういうね、大会、会社の大会あって楽しそうだなと思ってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。ではサムネ用で、そうだね、サムネここ行く？違う。大会長挨拶、クマネエレクト株式会社社長佐藤勝さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、あっためまして、おはようございます。おはようございます。このコロナ禍という中で、こういった大会開けたことを大変嬉しく思います。皆さんにはですね、大変親切な思いをさせたシーズンだったかと思いますが、ぜひともこの大会は楽しく、そして元気よく開催を行ってほしいかと思いますので、ぜひとも良い一日としていただけたらと思います。今日も一日よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、大会顧問、はい、平沢先生、よろしくお願いします。どうも、平沢でございます。今日は最高の日和に大会が開催されて、本当に嬉しく思っております。先代の社長、それから現在の勝社長、受け継いでこの大会が、ベアカップがずっと続いているっていうのは、すごいことだと私は思っております。私は第1回から参加して、途中1回は滑らなかったと思いますけども、そんな意味でこの名誉あるベアカップに参加できて大変嬉しく思っております。もう本当にありがとうございました。社長に対してもありがとうございました。よろしく、皆さん今日はこぞってトップを取っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、はい、選手先生、前年度大会優勝者、熊野パトロール副隊長、大泉さん、よろしくお願いします。先生、我々選手一同は日頃の練習の成果を存分に発揮し、タイム差ゼロを目指して正々堂々競技することを誓います。2021年4月15日、
参加者代表パトロール大泉和義。ありがとうございました。最後に競技説明を行います。1人2本を滑りいただきます。2走に採用で2回の平均タイムと滑走前に申告した予想タイムとの誤差が最も小さいものが優勝となります。誤差が同タイムの時は滑ったタイムの速いものが上位となります。1本目の滑走時に前走者のタイムを参考に自分の予想タイムを申告してください。1本目のゴールではタイムを発表しますのでゴールした後に確認してください。2本目のタイムは発表いたしません。なお旗門不通過の場合失格となりますので必ず戻ってでも旗門を通過してタイムを残すようにしてください。以上で大会式を終わりたいと思います。皆様頑張りましょう。お願いします。前走です。平沢先生ですね。はい、佐藤社長です。前走2人目ですね。スピード